Baby, you, you got something that I need. And I've been trying to find. 今日は伊佐谷さんと須磨のビーチで動画にしていきたいと思います。で、事前にインスタで何してほしいかというか、なんかいい企画案内ですかっていうことで募集させてもらったんですけど、その時にもらった意見とかいいものがあったら、その都度なんか質問とかできたらいいなと思っています。じゃあ、Let's go。 おはようございます。調子どうですか？調子は割と良さめ。ルネさん、はい、お名前は？ルカです。今年21です。はい、25です。そうそうそう、パッと変わるかい。やばやばいな、やっぱりやばい。どこが好き、どこが一番女性にとって惚れるところですか？そうそう、一番いい部位というか。胸筋。あ、胸筋。あ、腸腰筋。ここ腸腰筋。あ、なるほど。ここの筋の、ここ、うん、いいよな。ジャスティン・ビーバーです。あ、なるほどね。あ、そうですね。じゃあ低身長ゴリマッチョと高身長ガリガリ選ぶ。顔は一緒、顔は一緒、選ぶのはどっち？低身長のゴリゴリガリ。おお、どっちですか？ガリガリ。ガリガリのレベルにもよる。ああ、確かに。ガリガリでも全然別に。めちゃめちゃ細いっていうのはちょっと言ったらアンガールズ。あ、そう、いやいやいや、ガリガリで高身長でもブスとかっこいいのがあるから。まあ確かにね、顔は一緒一緒っていう体でやったらどっちですか？うわー、でもゴリゴリより背に低いから全然別に。あー、いやー、サイジン or イサヤ。せーの、ありがとうございます。一番良かったです。レナさんですか？お名前ですか？カエデです。カエデさん、はい。ゴリマッチョ低身長か高身長ガリガリ？高身長ガリガリ。ちょっと やめてきますもん、はい。男の人が筋肉があって好きだなと思う部位がどうですか？肩ってここですか？ここですか？あ、肩っすか？あ、僕ら何歳に見えます？28と、はい、22と23。28やって俺やばな。ジンコはイサヤ。せーの。ありがとうございます。アイリです。アイリさんと。さん、低身長ゴリマッチョがいいのか高身長ガリガリ、顔は一緒です。あなたが優しいならどっちですか？低身長です。身長は165。あ、低身長ガリガリですか？あ、一緒ですか？あ、低身長ゴリゴリです。あ、じゃあどの部位が好きですか？どっちの筋肉があったとしたら、腕のこっち、腕って後ろと前あるんですけど。マニアックすぎます、伊佐谷さん。それはとりあえず腕がガシリしてたら魅力的だな。ジンコは伊佐谷。せーの。ありがとうございます。お願いします。はい、お名前いいですか？アイリです。アイリさん。夏美です。夏美さん。ミキです。ミキさん、お願いします。ちょっと質問なんですけど、低身長ゴリゴリか高身長ガリガリ、顔は一緒、どっちですか？あー、うわー、低身長ゴリゴリ。おー、うわー、高身長、高身長、高身長ガリガリ。あー、OK。 低身長ゴリゴリ。あー、はい、男の人の海行ってここを見るっていうポイント、どこの部位が一番好きですか？ここ。あー、やっぱそこっすか。一番高いのに。どこですか？どこやろうな。足。あ、足、ふくらはぎのとこ。ふくらはぎじゃん。太もも、太もも。腹筋。腹筋。じゃ、僕ら何歳に見えますか？伊佐谷さんからお願いします。21。何歳に見えます、伊佐谷さん？20歳。20歳ですか？21。僕何歳に見えます？23。23ですか？23。24。
24。僕21なんですよ。僕は25です。そうなんだ。ありがとうございます。ジン、オア、イサヤ、せーの。ありがとうございます。よっしゃ、えぐい。これはありがとうございます。かき氷や。喋ったやん。喋った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 。メイン LINE アップストアですか。ラインさっきあのショーとか行きました行きました。カザンあったね。おった。レッドブル。あ、ブルなんすか。そう。ナーはちゃうねんけど。え、ちょっと待ってください。ブル大阪っすか。ブンチュブンチケチケチケブンチュブンチュブンチュブンチケチケ。じゃあお名前ですか。あ、シュウコです。シュウコさん。はい、はい、ナナです。ナナさん、ありがとうございます。え、待って、 DJ ちゃうねん。あ、ちゃうねん。ごめんごめんごめん。あ、オッケーオッケー。一つ質問が。オッケー。ゴリマッチョ低身長か高身長ガリガリ、どっちがいいか。え、細マッチョでもなく、ガリガリ。もう普通っす。ちょ、ガリガリはちょっと無理かも。え、でも高身長ガリガリ派。おー。え、でもな、む、うーん、え、低身長でもな、細マッチョは好きやね。それはそう。伊佐谷さんまで行ったらやっぱゴリゴリすぎます。いや、でもいい感じやと思う。これがいい感じ。ありがとう。力入った。腕枕とかバリ良さそう。良さそう。バリ良さそう。枕、そうそう。低反発か高反発までいけるからさ。低反発か。低反発は、うん、全然調整できるから。よっしゃ、最高。V はどこが好きですか。はい、胸筋。腕、なんていうの、筋肉か分からんけどここの筋みたいな。あ、一番高い。あ、こう、あれやろ。ここな、うんうん、そう、ここのどこがいい。出ないです。キュッてなってどこな。僕ら何歳に見えます。22。僕は22ですか。22。伊勢さん20。いや、20やろ。果たしてくるな。21が、そう。正解は25で。え、21です。いやー、それはやばい。全然ちゃうよ。マジで。やっぱ伊勢さんめっちゃ若いっすよね。大学院って。え、めっちゃ天才やん。大学院って天才。いや、グーグー。未来の家建ててもらう。頼もうわ。頼もう。ジン、オア、イサヤ、せーの。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。店の名前なんですか。さくらです。あ、店の名前です。あ、ビビーカンです。ビーカンで、ビーカンです。で、さくらさん。はい、さくら。どうですか。感じでやらせてもらってます。はい。ゴリマッチョ低身長か高身長ガリガリ、どっちですか。顔は一緒。低身長ゴリゴリ。あ、どこが好きですか。体の疲れ。どこでもいい。あ、どこ一番好きみたいな。どこが脇腹。あ、後輩ってこと。ここ脇腹。広がりが脇腹が。なるほど、めっちゃマニアック。そうですね。では最後にジン、オア、イサヤ、せーの。お名前ですか。ゆりかです。ゆりかさん、低身長ゴリマッチョか高身長ガリガリか、どっちがいいですか。顔は一緒。低身長ゴリです。高身長高身長ガリ。男の人で、ここの筋肉が好きみたいな風にやります。足、ふくらはぎ。足、背筋。背筋。マニアックやな。背筋のどこですか。背筋後ろの。後ろの。はい、じゃあ最後の質問いきますね。いきますよ。ジン、フォア、イサヤ、せーの。おー、終わると。ありがとうございます。ゆうな。ゆうなさん。あゆです。あゆさん。ゆきのです。ゆきのさん。低身長ゴリマッチョか高身長ガリガリ、顔はほんまにタイプ、どっちも。どっちがいい。顔は一緒。一緒。低身長。低身長。低身長ゴリマッチョの方がいいですか。じゃあ男の人で筋肉で一番好きな部位は。筋肉。ここ。ここ。腕。背中。背中。マニアック。ああ、マニアックやな。僕ら何歳になります。23。23ですか。僕は何歳になります。22。25。僕21なんですよ。僕25です。そうそうそう。ジン、コア、イサヤ、せーの。ありがとうございます。参上っすよね。ありがとうございます。はなみさんと、なやなです。はい。低身長のゴリマッチョか高身長のガリガリ、顔は一緒ですよね。マッチョ。あったらマッチョ。マッチョ。で、あとは好きな部位ですね。体の鍛えてて一番ここ見るなみたいな。
あ、胸ですか、うん、ゴリマッチョと細マッチョだったらどっちが好きですか。細マッチョ、ゴリマッチョ。おお、分かれた。最後にいきますね。ジン、コア、イサヤ、せーの。ありがとうございました。ありがとうございます。いけてる、いけいけ。じゃあ名前から。サリです。サリユウです。ユウさん、お願いします。低身長ゴリマッチョか高身長ガリガリか。顔は一緒。顔は全く一緒。どっちもタイプ。低身長っていうのはだいたい165ぐらい。無理やわ。 165? 高い方がいい。え、じゃあ高身長のガリガリ。ガリガリってマジですか。アンガールズぐらい。うわ、低身長ゴリゴリ165ですよね、うん、じゃあサイも低身長。低身長でもゴリゴリ。男の人の好きな部位。体のパーツでこのここの筋肉好きやねんみたいな。肩胸板なんていうの。でこう、ここ腕あ腕ここね。肩ね。肩いいよ。腹筋。腹筋あぶすね。何歳に見えるって質問してんねんけど。あ、24 23。あ、何歳ですか。25です。25です。で最後の質問やねんけど、リンコはイサヤ、せーの。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。レイです。レイさん。カズハです。カズハさん。サナです。サナさん。とフリュウです。みんなサングラス。ナナホです。この質問は、顔は全く一緒です。めっちゃタイプで、低身長ゴリマッチョか高身長ガリガリ。高身長。あ、もうでかくてガリガリ。あ、そうなんや。ガリガリの手が見たらアンガールズぐらい。小さい、小さい。じゃあゴリマッチョ。じゃあゴリゴリか。ちっちゃいゴリマッチョ。マジ、うん、アンガールズのやったら。アンガールズ。確かに確かに。次は男の人の筋肉のどこの部位が好きですか。どこだろうな。なんかポーズやってください。ポーズですか。腹筋かな。腹筋。肩。僧帽。僧帽筋。いけます。ジン、オア、イサヤ、せーの。ジンは1、2で1、2、3。ありがとうございます。低身長ゴリゴリか高身長ガリガリ。顔はゴリタイプ。低身長ゴリゴリと高身長ガリガリ、どっちがいいですか。身長ゴリゴリ。男の人でどの部位が好きですか。胸筋、腕。ああ、わかります。腕もこっちとこっちあるじゃないですか。こっち。ああ、なるほど。ありがとうございます。僕ら何歳に見えます。24、5ぐらい。一緒ですか。23、6。おお。24、25。おお。僕21なんですよ。若っ。25歳で大学院生。結構ないや。ごめんなさい、なんか。全然です。それが面白い。そうっす。ジン、オア、イサヤ、せーの。ありがとうございます。一緒に来たと堀の友達がナンパされてます。お名前ですか。服部アイナです。アイナさん、はい、はい、じゃあまず一つ目質問いきます。はい、低身長ゴリゴリか高身長ガリガリ、どっちも可愛いですよ。はい、低身長ゴリゴリ絶対。どの部位が好きですか。お友達腕。何歳になりますか。え、これは見た目26、24。ありがとうございます。僕21なんですよ。じゃあ行きます。最後、ほんまに最後いきますよ。ジン、オア、イサヤ、せーの。ありがとうございます。イサヤさん、イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。好きな子どこですか。今から狂気。ここ名前なんすか。海の家。シュウコです。あ、海の家の名前。海の家の名前。僕からザ・ビーチハウス。ザ・ビーチハウスです。皆さんもし来たらどうぞお願いします。カナミはどこの部位が好き。筋肉。カナミここかも。ここ。あ、みんなそこ。ここ多いか。胸筋。あ、胸筋、うん、もしめっちゃタイプの顔同じ顔な、うん、で高身長ガリガリか低身長マッチョ、どっちがいい。ガリガリってどのレベル。え、アンガールズみたいな。究極。普通はじゃあ普通のガリガリ。165低身長。あー、高身長。あ、ガリガリ、うん、あー、オッケー。さっき来てくれました。はい、調子どう。調子はもう最高やな。グッド。そうやな。
な、焼いてるからな。だいぶ白になったけど。オッケー、行こう。乾杯。はい。はい。みずきです。みずきと。はい。身長ガリガリ。顔はどっちもあんまり一緒で。どっちですか。ゴツゴツ感後ろのこの後ろ、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 何やの背中、腹筋腹筋やジン、フォア、イサヤ、せーのあれ、ごめんなさいありがとうございますはいチラミですはいマコですはいヨミチですはいマヤネですはい、では今日ゴリマッチが高身長から行くとはレベルちゃん、高身長高身長低身長、マッチョ低身長無理じゃあ、男の人の好きな筋肉の部位は腹筋違う、腹筋腕腕かな腕腕じゃあ、何歳に見ますか何歳に見ます23 24 25 27 25 24 3 24 23 21おっさんやん25歳えそうですじゃあ最後に出すことはいジンコはイサヤせーのはいはいおーありがとうございますありがとうございます22ですよね多分あ、ミクですはいユウですはいユイですありがとうございますじゃあまず低身長ゴリマッチか高身長ガリガリか顔は一緒顔もどっちもタイプで同じ顔はい低身長ゴリゴリか、高身長ガリガリか、どっちですか？高身長。高身長ガリガリ。では、男の人の好きな筋肉。カンナル。エミックで。あ、前腕。前腕っすか。エクコーナー。血管。血管。血管。何歳に見えます、僕ら。24。うん、3とか4。4。あ、同じぐらい、うん、3、4僕21なんですよお前らじゃないですよやば僕25ですそうなんですよジンゴはイサヤせーのイサヤ